嫌な夢を見ていた。でもそれがなんだか覚えていない。ごくごく普通の朝。あや、起きたらご飯食べなさい。はい。パジャマが汗を吸って肌に張り付く。気持ちが悪い。シャワー浴びなきゃ。だから週末お母さんのところへ行ってこようと思うの。姉さんと一緒に。うん、一緒に行く？お母さん、アヤが行くと喜ぶわよ。うん。お父さんは出張だし、お兄ちゃんはいつものサークルだから、アヤが一緒に行ってくれると私も助かるの。ほら、私はお母さんにあんまり好かれていないから。何気なく病院行きの話をする母。朝の食卓のありふれた会話。私はそこに馴染むことができない。数週間前、母は死んだ。交通事故だった。救急車の中で死亡が確認された。どれほど泣いたかわからない。普段は無口で頑固な父が深夜一人っきりで泣いていた。お兄ちゃんは信州高のツーリングから慌てて帰ってきた。母を送る日、もう涙は出なかった。小雨が降っていた。私の代わりに泣いてくれているんだと思った。煮物を持っていこうと思うの。あと卵焼き。お母さん甘い味付けが好きだから、お砂糖を少し入れて。けれどいつの間にか母は帰ってきた。いつものように台所に立ち、無口なお父さんに毎日の些細な出来事を報告する。お兄ちゃんが脱ぎ捨てた下着を洗濯機に放り込む。当たり前のように毎日が過ぎていく。異常な毎日が。ごちそうさま。でも私にはもうわからない。間違えているのは私の記憶、それとも。帰りは遅くなるの？遅くなるんならご飯食べずに待ってるから。うん。いつからだろう、通い慣れた通学路から人の姿が消えたの。私は人のいない改札をくぐり抜け、誰もいないホームで電車を待つ。誰もいない教室に終業のチャイムが響く。今日も一日が終わった。私は教科書とノートをカバンに詰める。ガランとした教室が目に入らないよう。弓を引く。全身の力を込めて。でも力を入れすぎてはいけない。緊張しながら弛緩せよ。顧問はそう教えてくれた。的に刺さったカーボン製の矢が鈍く光る。何をしているのだろう。毎日を続けることに何の意味があるのだろう。胸の奥で誰かがささやく。でも私は流した涙を覚えている。
あの悲しみを忘れはしない。ならば私は毎日を続けよう。飲み込まれるのは嫌だから。私は私でありたいから。遅れたね。なんで？なんだっけ？した、戦うやついっぱいした。だって、前悪くないもん。勝てなかったんだもん。そしたら勝つまでやりたいじゃん。せいにした。前悪くないのに。パーグー、前悪くない。悪いのガム、前のことばっか悪くするな。もう勘弁して。朝から痴話喧嘩とかやめてよね。電車の中なんだからとか思う。すっごく青春って感じする。羨ましいな。お姉さんなんかね、女子校だったんだからね。男子と一緒に通学なんてすっごく恵まれてるんですからね。いいな。おじゅ、クリーム出る。でも今動けないから。潰れる。お化粧臭くて死ぬ。アンカンさん、私はその言葉を何度か口にした。自分だけに届く声で、孤高の超然とした一人ぼっちのアンカンサウンド。目を閉じて小さく息を吐く。自分で決めたこと、もう泣かないって。涙が嘘になるのは嫌だから。うう、死ぬかと思った。あ、さっきはごめんなさいね。文句なんか言ってない。あ、え？ん？なんで前謝る？あ、それじゃあ私。ムカつく。のが好きなんだ。エッチくさ。え、そっかな。やらしい感じする。
だってあんなのおっぱいばっかじゃん。舞だってね、もうちょっとしたらバイーンってなるかもよ。どうした？電車来るよ。あ、わかった。さっきのおっぱいのこと考えてた。やらしい。あのよ、カワキよ、こういうのは休み時間だって言ってんだろ。授業中なんだからよ、没収するぞ。知恵。知恵じゃなくて、知恵な。知恵。教師に知恵って言うな。それから、タメ口聞かないように。あじゃなく、はい。はじゃあ前回の続きでよ。48ページ、夢買う人のこと。あ、読むか。昔備中の国に軍事ありけり、それが子に引きの巻き人というありけり。若き男にてありけるとき、夢を見たりければ。これや夢時の女のもとへと問えば、御友の侍、これにて三郎と言いければ、巻人は神の方のうちに入りて、部屋のあるに入りて、穴より覗きてみれば、浜からだってよ。放課後付き合ってね、決定。その語られつる夢を、つゆもたがわず語りたまえといえば、
マキヒと喜びてかの君のありつるように。されば夢とることは義に賢きことなり、かの夢取られたりし、備中の神の子はつかさもなき者にて。たまきよ、わあ、ちょっと後で職員室来いよな。ななみ先生話したいってよ。わあ、たまちゃんどうしたの？なんか悪いことした？ジュンジュン、自覚がないのがこいつの怖いところだよな。マイネ、今日すぐ帰る、用事ある。だってタマちゃん、七海先生のとこ行かなきゃなんないんでしょ。そんなの関係ない、だって一緒行くんだもん。なんで？舞、今日用事ある、一緒遊び行く。用事ってそれか。タマちゃん、ちゃんと残った方がいいよ。なんで？舞遊び行きたい。ブーブーブー、なんで舞残される？悪いことしてないじゃん。帰りたい、帰りアイス食べたい。しょうがねえな、まったく。授業中ずっと寝てたやつが偉そうなこと言うな。タマちゃん、諦めて怒られようよ。舞悪くない、もう帰る。帰りいちごミルク飲む。ああ、付き合うことないよ。私らお守りしてるから。タマちゃん、格好悪いとこ見られたくないんだって。よだれ垂らして寝てるのは十分格好悪いけどな。はるかちゃん、ブーブー、舞悪くない、今日アイス食べ行きたい。はるさんは変なこと言うな。
白線の内側までお下がりください。夏休みどうするの？たまちゃん気が早い。準備しとかないと失敗しちゃうもんね。はあ、遊ぶことしか考えてないのな。だって遊ぶのドキドキするじゃん。ドキドキ長いと嬉しいよ。夏休み、どこ行きたい？そんなのつまんな。舞なんかね、楽しいこと考えてないと死んじゃうかもしんな。平気だよ。玉木さん、仲良しなのは放課後に。今度同じことがあったら、お家の方に来ていただかなければなりませんから。では、小テストを始めます。再来週の中間テスト、本日の分も試験範囲に含まれています。じゃあまた明日。じゃあね、チームバイバー。あのさ、舞ね、バイトしようかと思ってる。お小遣い足りなすぎ。可愛い服とか欲しいのに全然買えな。そうかな。なんで？あ、しそうしそう。でも平気だよ、きっと。知らな。でも平気。見てる？うん、でさでさ、お母さんにお願いしてよね。あ、前の話聞いてない？すっげえムカつく。許さん。
と聞け。じゃあ許す。あ、姉ちゃんもうちょっとかかると思う。鏡の前で騒いでたから。さ、遅刻するんで先行きますね。おまた。でも可愛いからいいじゃん。鈍感人間だ。絶対書けない。はー、え、走る？間に合う？大丈夫だったじゃん。舞だってちょっとは考えてんだかね。キキキマネな。に見てる。なんで可愛いまいちゃんいるのによそとか見る。いえ、あいつだ。やらしい。また電車とか乗ってる。わかった、一緒の電車楽しみにしてるんだ。浮気な上に嘘までついた。そのたまたまがムカつく。少年は距離みたいなものと言っています。距離ではなく距離みたいなものですね。この2つは似ているようでまるで意味が違います。
ブーブー、なんで？ゲー、前悪いことしてないのに。またね、レデンに残れって言われた。すげー冷た、マイかわいそう。うん、マイも寝てた。レデンの授業つまらん。タマちゃん、今度はどうしたの？わからん。タマが間に合ってんの、出席だけだからな。時間かかりそう？待ってる？行くじゃん。タマちゃん怒られちゃうよ。残れよちゃんと。今日アイス食べ行きたかったのに。ずらしちゃっていい？ないよ。私たちタマちゃん待ってるから大丈夫。そう、たまにはいい薬だから。あ、いや、シャレじゃなくて。マジすぐ終わるって。俺ほら怪しくないでしょ。そうなんですけど。予定ないんでしょ。話だけでいいんだって。え、何、俺のこと嫌い？傷ついちゃうな。
言ってないじゃないですか。じゃあいいよね。ちょっとそこマジすぐだから。でもそういうのじゃないし。また今度ゆっくりね。私おじいちゃん山形にいるんで全然元気だし、多分人違いなんじゃないかなって思うんですよ。変なこと言うなって思ったんだ。おうちのナンパなんか聞いたことないよ。なーに、仕出しのお弁当一緒に食べるの？おかしいよそんなの、絶対変。あ、まさか。ご覧なさい、全然恥ずかしくないんだから。ねえねえ、助けてくれたんだよね。分かってるんだから、照れないで本当のこと言っちゃいなよ。いやね、照れちゃってるんだから。女の子に親切にしたからって恥ずかしくないんですからね。でしょでしょでしょ。なに、君はお姉さんが困ってるから助けなきゃって思ったんだよね。すごい、偉い、優しいんだね。じゃあお礼しなきゃダメだよね。
そういうわけにはいかないよ。だって助けてもらったんだもん。そうだね、お腹空いてる？空いてるでしょ。やだな、遠慮してるんでしょ。あ、わかった、お小遣いないんだ。大丈夫よ、お姉さん大人なんだし、それくらいおごってあげるよ。だって、助けてくれたお礼なんだもん。あ、そうそう、自己紹介しなくちゃね。丸藤泉です。役所で働いてます。よろしくね。マスター、ちょっと遅くなっちゃった。やだマルちゃん、今日は可愛いボーイフレンドと一緒なのね。違うの、ボーイフレンドじゃなくて命の恩人なのよ。キャーすごいのね、詳しく聞かせて。好きなもの頼んで。何にする？ご注文は決まったかしら。私、雪妖精の庭遊び。やだまるちゃん、わかってるんだから。昨日からの新メニューなのよ。でしょでしょ、だと思ったの。じゃ、こちらの英雄さんは何にするのかしら。何頼んでも美味しいよ、全部マスターのオリジナルだし。さんって時間かかるんじゃなかった？大丈夫、だってマルちゃんがボーイフレンド連れてきたんだもん。いつもの3倍頑張っちゃうんだから。すごい、マスターありがとう。じゃゆっくりしていって。うん、マスター、くつろいでく。マスターね、研究熱心なのよ。ちょっと来ないと、すぐ新メニュー増えちゃったりするんだから。でね、本当にありがとう。助けられちゃったね。私ずっと女子校だったから、あんまり男の人に慣れてなくて、傷つけちゃったらやだなって思うから、強くね、断れないのよ。だから、助けてもらってほっとした。そんなんじゃないよ。別に優しくしようって思ってやってるわけじゃないから。ただちょっと悪いかなとか考えたりしない？そうなのかな。そんなつもりないんだけどな。
私ってそうなのよね。そんなんじゃないのに。だからなのかな。なんだか嫌なこと多いんだ。え？例えばさ。私って変な人が寄ってきやすいみたいで、みんなに聞いたらそんなことないって言うし、ゆきちゃんなんか、あ、ゆきちゃんって同僚にいるんだけど、私のこと変態フェロモン出てんだよきっととか言うんだよ。それって失礼とか思うけど、でも本当に出てたらどうしようとか思うし。あらあらあら、どうしちゃったのかしら。お通夜みたいになっちゃって。さあさあ、これ食べて元気出して。ありがとうマスター。キャー、雪妖精の庭遊びって。そうよ、まるちゃんだから生クリーム大サービスにしちゃったわ。私を小デブにしようとしてる。何言ってるの。まるちゃんはちょっとくらいお肉ついてる方が魅力的よ。あー、どうしよう、困る、すごく困っちゃう。はい、こちらの彼もお待たせ。やだ、やっぱりそっちも美味しそう。助けてもらったお礼、食べて食べて。岩手、盛岡市内。あのね、わんこそばとね、冷麺が美味しいんだよ。だって、こっちで冷麺食べてびっくりしちゃった。全然違う。冷麺ってね、本当はつるんって半分透明で、辛さ選べなきゃダメなのに、自分でキムチ入れてさ。それにね、スイカが乗ってないじゃない。絶対ダメ。スイカなきゃ冷麺じゃない。最初にスイカ食べちゃう人とかいるけど、私は最後にするのが好きかな。だってさっぱりするしね。中学卒業の時にね、お父さんの転勤で引っ越してきたんだ。でね、大学の時寮に入って、その後はマンションで一人暮らし。うん、賃貸だよ。公務員のお給料じゃね。でもセキュリティとかしっかりしてるし、コンビニ近いから便利でいいよ。あ、でもね、先輩にカオル子さんっているのよ。すっごい貯金してるみたい。高級マンションとか買えそうなくらい。お家もお金持ちだしさ、いいよね。うちの親なんか普通のサラリーマンだから、財産とか全然ないしね。世の中って不公平だなとか思うよ。なにそれ、やったな。そういうのが大人だとか思ってるんでしょう。失礼。あのね、君はね、学生だからわかんないかもしれないけど、
職場でそういうこと言ったらセクハラってことになるんだからね。そんなになったら大変なのよ。人事に呼び出されちゃうし、組合の人に怒られちゃうし、場合によっては始末書書かなきゃならないんですからね。そうだよ。だってね、前ね、公園保全課の課長がね、なんかエッチ臭い感じの人だったんだけどね、目がね、じとーっとしてるのよ。それでね、グヘヘって笑うんだ。そんな感じだよねってみんなで話してたら、やっぱりかの女の子に告げ口されてね、どっか飛ばされちゃったんだよ。だからね、今から気をつけておかないと、そんな大人になっちゃうんだからね。総務二課。あ、そっか、学生だもんね。総務って言われても分かんないよね。お役所の何でも屋さんかな。部長会議のお弁当頼んだり、緑地開発課でスコップ必要になったけどどこ頼むのとか、今日はね、日流さんにボールペン20ダース頼んだ。そんなね、ちっちゃい仕事がいっぱい来るのよ。あとはね、コピー取るでしょ、お茶入れるでしょ、ファイル整理して古い書類の打ち込みして、あとお茶当番とか始業前清掃とか、いろいろしてるよ。君は学生だからあんまり関係ないけど、今大変なの。血税の無駄遣いを許すなって、オンブズマンの人たちが厳しいから、ミスコピー束ねてメモ帳作ったりしなきゃなんないんだよ。で、私たちがそういうことやらされるじゃない。税金使ってメモ帳作りだとか考えるとちょっとおかしいよね。あれ、どうしたの？お腹空いてるんじゃなかったっけ？遠慮しないで。そうなのよ。それでね、よく安定してるでしょとか言われるけど、公務員だってね、それなりに大変なんだから。公共サービスなんですからね。道路課の人がいなかったら道路なんかベコベコになっちゃうんだし、水道局の人とかいなくなったらお水出ないんですからね。あと監査事務局の人とかはちょっと怖いけど、皆さんの生活のためには必要なお仕事なんですからね。っていうか、必要な人たちもいっぱいいるのよ。私はボールペン注文してメモ帳を作ってるけどね。美味しかったでしょ。何食べても美味しいからお気に入りなの。どうしたの？ああ、わかった。物足りないんでしょう。学生だもんね。お腹すくもんね。そう？あのね、どうしようかな。ごめん、ちょっと考えさせて。でしょ？だから、でもな。今から話すことってちょっと変だなって思うかもしれないけど、本当のことなの。さっきも話したけど、私の周りね、少し変な人が多いかなって気がするの。
でね、それはそういう人もいるから仕方ないかなとか思うんだけど、私もそうしてるつもりだし警察に行ったりした。でね、それはいいんだけど、ちょっとね、変なことがあるのよ。そういうね、私に変なことした人がね、事故とかにあって死んでるの。警察の人も最初はそう言ってたけど、偶然だとは思うんだけど、こう何回も続くとって困ってたもん。違うよ、そんなんじゃないと思うな。あるんだけど、だから違うの。あのね、王子様がね、守ってくれてるの。そうなの、絶対そう。みんな信じてくれないけど、絶対そうなの。私だって王子様がパカランパカランって助けに来てくれたとかは思ってないけど、違うの、そういうのじゃなく、私のことを誰かが守ってくれてるんだと思うの。だってそうじゃなきゃ絶対変なんだもん。だからね、違うの。王子様だけど普段は普通で、私のことを陰からこっそり見守ってくれてるの。うん、きっとそう、そうなんだってば。あ、もう全然わかってないんだもん、やんなっちゃう。王子様は私を守るために変態とかを退治してくれてるけど、でもね、それって殺人事件なのよ。いつか絶対警察に捕まっちゃうじゃない。私を守るために戦ってくれた人が牢屋とか入っちゃうのよ。そんなのかわいそう。だからね、一緒に王子様探すの手伝ってほしいのよ。だってね、だってよ、私のために悪い人たちと戦ってるのよ。愛のためだとしても、それって法律違反じゃない？死刑とかかもよ。だとしたら私が止めなきゃ。もうこれ以上法を犯すのはやめてってお願いしなきゃ。王子様だって言ってるのに。だからね、違うの。王子様は好きで犯罪に手を染めてるわけじゃないの。愛する私のために仕方なくそういうことをしてるのよ。だから私が心からお願いすれば、きっと心を入れ替えてくれるのね。バッカね、そんなことしたらやっぱり牢屋に入っちゃうじゃない。愛の力で清い心を取り戻した王子様と仲良く暮らすの。私、ずっとね、気になってたの。でね、探しに行こうかなとか思ったんだけど、女一人だとちょっと危険じゃない？思ったのね。ボディーガードがいてくれればいいなって。それも男の人。男の人だとちょっとくらい危なくても平気じゃない？
って君だったら家までこっそりついてこなさそうだし、暗がりで急に襲いかかってきたりしなさそうだし、言うこと聞いてくれそうなんだもん。ねね、お願い、一生のお願いなの。私と王子様の幸せのためにちょっとだけ力を貸して。わ、現実的。お金取るんだ。でも私今月カードの支払いドサーってくるからちょっと貧乏だよ。あのね、来週ね、飲み会あるの。だからちょっとおしゃれなドレス、それと一緒に靴とバッグ、カオル子さんと一緒に行ったけど似合ってるって言われちゃった。今度見せてあげる。あとね、みんなでこの前ホテルでお食事した。フランス料理。雑誌に載ってるお店、ゆきちゃんと行きたいねって言ってたら、カオル子さんの知ってるお店だったからみんなで行ってみたんだ。ワインが美味しかったよ。あとお魚。でもすっごい高かった。しょうがないからカードで払ったの。だからあんまり出せないけど、わかった、お礼します。じゃあね、じゃあね、ボディーガード決定。付き合ってくれたらご飯とか食べさせてあげる。だからそういうことにしよう。ねね、決まりだよ。よかった。私ね、すっごく困ってたの。誰かにね、助けてもらいたかったんだ。君が助けてくれるんだったらもう全然安心だよね。ほっとしちゃったらお腹空いちゃった。マスターに美味しいもの作ってもらって時間とか決めよっか。マスター、ねえマスター、オーダーの追加お願い。あ、でもどうしよう、私何食べよう。君はどうする？